はじめまして税理士の大野明です。社会保険労務士の原義介です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。ではその開業時に助成金というものがもらえると聞いたんですけど、はい、その結構開業した方とかね、その助成金に関して、まあ、知識はあるけどどうやってもらっていいかわからないという方が多いと思うので、はい、そこら辺のことを原先生ちょっと解説をお願いします。はい、はい。ではじゃあ助成金とは何ですか。はい。 助成金とは、融資とか借入金とか、そういうものではなくて、国からもらえる返済不要のお金のことなんです。返済不要ですかはいそれでは、その助成金、その多分数ある、いっぱいあるっていうふうに聞いたんですけど、その中で、その今おすすめの助成金っていうのは、開業時にもらえる中でおすすめのものっていうのは何ですか、ね、はいキャリアアップ助成金というものが一番のおすすめなんです。バイトトやパートさんを 半年以上雇用していてい半年後に正社員になっていただくと、うん、なんと1人当たり50万円も支給されるんです,あそうですか、はい、さらに会社の方で正社員になるための教育をしていただくと教育者時間にもよるんですけれどもおおむね合計で80万円程度が助成されるそういう大変お得な助成金になっています。 でもそのね80万円というね多額な金額をもらえるとなると何かその注意点ですよねと、はい、いうのが何かあるんじゃないですかはい実はそうなんです書類がとにかく多いんですそして記入の方法も難しいですで何回も労働局に行っていただく必要があるんですけれどもこの書類を提出する順番タイミングとてもデリケートなんですね、うん はいまた場合によっては就業規則を作り直していただく必要もあるんですけれども労働基準法の専門的な知識もありますので本業をやりながらこの助成金を申請するというのはちょっと無理がある、うそういういところななんですねなるほど、まあ、つまりああですねそのまあ、社長とかっていうのはねこれからマーケティングとか攻めの方で行かないといけないので応援、まあ 応援数ですよね、応援数で、そのまあ書類ですよね。はい、その攻めてる間にまた書類でやっていくっていうのはまあ、困難なことなので、そうですね、守りはもう原先生に任せてと、はい、ディフェンシブな部分は。はい。はい、ということで、まあ、助成金のポイント、原先生に解説していただきました。ご視聴ありがとうございます。ありがとうございました。